プレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子とペンでお送りいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は現場が一緒でしたね。そうですね、今日は一緒に、はい、現場一緒に。いつも違う場所でズームやってるんですけど、ね、はい、はい、今回もですね、映画出会いは奇跡にご出演いただきました素敵なゲストをお呼びしています。はい、もう毎週そうなんですけど、もう今日は特にですね、はい、もう素敵というか、もう可愛いです ね、可愛らしい。そうなんですゲストが来ております。ココネちゃんと言います。皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、まず最初に、ココネちゃん聞こえますか？大丈夫ですか？はい、聞こえます。まず最初に軽く簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。はい、福島県出身16歳の菊池ココネです。主にモデル活動をしています。よろしくお願いします。はい、福島の出身で福島にお住まいなんですよね。福島県です。で16歳、はい、うん、大人びているというか、ものすごく落ち着いていらっしゃるというか、最初聞いた時にね、びっくりしました。ね、16ですかみたいな感じで、なんか2度聞き3度ぐらい、言われません？なんかそんな風に。いや、でも喋るとやっぱりこう日本語がおかしいので、そこでもうなんかそうだねみたいな感じで思われますね。いやー、だけど多分ね、見た目がものすごい得をしてると思います。やっぱりね、綺麗な人は本当に得ですよね。いや、中身もものすごく優しくて、心のね、はい、すごいいい方なんですけど、まあ、ちょうどラジオを今聞いてらっしゃる方は分かんないと思うんですけど、どんな方なのと思ったら、FM ギノワンの YouTube の方を見ていただいて、ご覧になっていただければ見えますので、本当16歳のココネちゃん、ココネちゃんですけど、心の音って書くんですよね。はい、心に音です。最初タレント名かなと思ったんですけど、あ、はいはいはい、本名なんですよね。はい、心の音色、心の音って書くね。素敵な、はい、お名前ですよね。そうで、高校ねちゃんなんです、うん、いい名前ですよね、本当ね。ありがとうございます。お父様とお母様が多分つけたんでしょうね。はい、はい、で伺ったところ、ご兄弟が、まあ一人、はい、私一人です。一人っ子、はい、もう本当に愛されていると思います。そうそう、大事。福島からでしたけど、はい、一番最初、まあ、うん、のご縁、まあ結構前だったと思うんですけど、はい、ご縁があって、ちょっと出会いが奇跡のお話を、こういうのがありますけどどうしますかと、私のですね、お声をさせていただいたんですね。はい、で、ココネちゃんはどうでしたか？はい、まずこの出会いは奇跡の、はい、何ですかね、出会いは奇跡を出演する前にどういう感想でいたかっていう、まあ一つ、それと実際撮影現場に来てみて、思っていたよりこうだったとか怖かった、まあビフォーアフター、それはちょっと二つお話ししていただけますか？はい、はい、まずお声をかけていただいた時に、とてもまず根本真子さんを調べさせていただいて、とてもまず絵が可愛いと思って、ですごくもうやりたいなって、ぜひやりたいって思ったんですけど、それと同時にそのやっぱ初めてなので大丈夫かなっていう不安もあり、で練習の仕方も分からず、こう自己練っていうか軸保留になってしまうし、大丈夫かなって本当不安で、でもやっぱり挑戦は大事だと思うんで、挑戦しようと思った感じで挑戦をしました。で実際に現場に行ってみた感じだと、とてもなんか楽しく撮影することもできたんですけど、うん、
その緊張もやっぱすごくもう心臓が飛び出そうな感じで緊張してたんですけど、でもなんか皆さんがすごい優しく場を和らげてくれて、すごく自分なりの表現はできたかなっていう感じで、でまたそれと同時にこう学ぶこともたくさんあって、皆さん一人一人の表現や表情と、また言葉一つ一つの表現がすごいなって思って、とても勉強になることが山ほどありました。はい、めっちゃまとまってるよ、ね、素晴らしい。いや、びっくりしましたね。僕が16歳の時はあーいうえおみたいな感じだったのが、全然ここに今 まとまってて、その最初の根本真子を調べていただいて、絵が、ね、好きっていうのを今初めて伺ったんです、うん、嬉しいですね。嬉しいですよ、本当に。本当に私結構もう前にもお話ししたようにパステルが好きなので、もう本当に可愛いなと思いながらもずっとこう絵をスクロールして、はい、見てました。嬉しいね、生きててよかったですね。生きててよかったこのために生きてきましたこんなことをね、本当ね、言われるとね、どん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 生きたくなるんですよね。で、実際この現場に入ってっていうお話をされたんですけど、なんか、はい、入る前に想像していた現場と、はいはい、実際入った現場のなんかそういう差とかはありました？いや、なんかもう入る前まではもう本当それこそ緊張が、うん、初めての現場なので、私がこう自分で想像してる限りだと結構バリバリでもうパッパパッパパッパみたいな、なんかそういう感じで、うんうん、結構なんかきつめなのかなと思って、うん、すごい大丈夫かなみたいな、もう自分のもう不安不安不安ってなってたんですけど、うん、もう実際入ったらもう皆さん優しく うん、もう本当に和ませていただいたおかげで、この緊張も緩み、楽しくこう撮影できたなと思って、うん、もう想像していたビシバシは全然なかったですね。あ、なるほど、はい、ビシバシ、まあなるほどなるほど、まあビシバシがゼロで、まあお家が100だとしたら、まあゼロのつもりがまあどれぐらいだったんですかね。じゃあ50以上あったって感じですかね。あ、そうですね、もう本当に楽しくできて、あ、もうなんか挑戦してよかったなと思って、はい、よかったよかったよかった、はい、よかったですね、本当楽しかったですもんね。楽しかったです。よかったよかった。まあ今回初めての体験だったんですね、映像も初めてでした。ちなみにここねちゃんは普段は、まあ、学校行きながら何かどういう活動をしていらっしゃるとか、その PR をですねちょっとこの場でしていただきたいんですけど。そうですね、高校生なので高校生と両立しつつ、今はモデル活動をしていて、まあ、ファッションショーだったり撮影などをさせていただいていて、また最近ですと SDGs だったり商品の PR などを、まあ、インスタグラムなどで活動させていただいています。なるほど、まあ、モデル業と、まあまあ、モデル広告というかインスタで商品の PR やってるわけですね。はい、もうそれはどれぐらい前からやってらっしゃるんですか？モデル活動は小学5年生からやっています。すげえ、小5 小5、小5からモデルか。なんかなんとか小5っていう歌詞がいたよね。浜浜崎。もう何年っていうことは、小5からだったら5、6、もう5、6年やってるんですよね。そうですね、はい。楽しいですか？楽しいですね。もうなんか初めての時はもう人前に立つのが苦手だったので、みたいな感じでもうやってはいたんですけど、なんか初めてその舞台っていうかファッションショーを歩いた時に、あ、もう一度歩きたいっていう思いになってからもう楽しいと思って、そこからですね、始まりは。はい、もともとここねちゃん自身からこういうのやってみたいっていうのを、なんです、全然なんかスカウトをされて、で私の、はい、お母さんが、まあ、写真をお送りしたらたまたま受かってしまって、でこうファッションショー歩いたらなんか私も楽しくなっちゃってみたいな。はい、あ、そうだったんだ、うん、声をかけていただいたんですね。はい、そうです。これはどこで声かけられたんですか？これはなんか原宿の竹下通りかな、はい、
あ、で、今はそこの方にお世話になってるって感じなんですか、ね、そうですね、そこもだったり、あとは他のところにもいろいろお世話になっていただいて、はい。あ、なるほど。今ちなみに SNS とかなんか配信とかそういうのやってるんですか？あ、そうですね、 SNS は今のところですとインスタグラムがメインで、まあ、それ以外にも Twitter だったり TikTok はやっています。うん、あ、やってるんですね。あ、なるほど、なるほど。あの、なんかライブ配信とかは？ライブ配信はもう今はお休みしてるんですけど。あ、そうなんですね。はい、はい、それまでは生ライブをやらせていただいてます。はい、インスタグラムがどちらかというとメインなんですね。そうですね、メインですね。あ、なるほど。ラジオをお聞きの方、ここねちゃんは、まあ、あのまず YouTube でちょっと見ていただいて、FM 技能案で。で、それで、今ここにですね、QR コード、URL があるので、ここをちょっとパチンとクリックして、ここねちゃんを見ていただけないでしょうか。はい、ぜひ見てください。もう見てください、本当に。うん、もうびっくりしましたよ、本当。うん、生まれも育ちも福島なんですよね。そうです、福島です。じゃあちょこちょこと東京の方には来てるんですか？そうですね、もう月に毎週土日は行ってましたね。で、今はもうコロナ関係でなかなかこう行くことができないので、オンラインだったりなので、本当に月にまあ少ないんですけど、はい、うん、そこには都内に行ってっていう感じですね。なんか一人で来られてるんですか、それとも家族で来てるんですか？家族で、お父さんとお母さんとで、はい。熱心なんですね。ね。なんか一生懸命ここねちゃんを応援してくださってるって感じですね。応援して車でこうブーって行って。やってるんですね。いやー、そう、すごい、そうですね、うん、私のやりたいことに結構バックアップして、こう否定をせず、その夢を応援してくれてるからこそ、もう私も頑張んなきゃなって思っていて、だから、うん、バックアップを無駄にしないしたくないなっていうので、まあ今自分も頑張んなきゃなと思って頑張ってます。はい、ものすごくですね、この聞いていらっしゃる方、ちょっと耳を傾けていただきたいんですけど、すごくいい子なんですよ。そう、こうでしょ。どんどんなんか活躍してもらいたいんですけど、なんかしたいですね。ね。そうですね、はい。で、この前ちなみに出会いは奇跡の撮影現場に来ていただいた時が、私も初めてコネちゃんと、まあ、お母様、お父様にお会いしたんですけど、はい、実際ちょっと僕とズームで話してたのが、撮影現場で あったじゃないですか、そのお部屋に入る前に、はい、どんなイメージでした？なんか、このイメージ、絶対なんかそのままでした、本当に。なんか私も実際結構オンラインでこう話していた時よりも、こう実際って違う方多いとは思うんですけど、そのまんまでもう明るくてみたいな。あ、安心できた、よかった。安心できました、全然。よかった、よかった。変わりはなくなので。その話をご両親にされたら何て言ってました？なんかご両親自体も全然もう明るいって言ってて、やっぱり笑顔がもう素敵ですね、うん、なんか生まれた時からね、こうエクボがこう、そうね、エクボがね、はい、エクボがね、取れないんですよね。見てる私たちも笑顔になるんで、はい、ああっていう話を聞いて、はい、僕は絵が描けないので、もう笑うしニコニコするしかないんですけど、根本真子はね、本当に顔も癒されるんですけど、絵をね、可愛いね、絵を。はい、そうですね。いや、だけど、ファンが増えたね。ねえ、嬉しいですね。ねえ、ファンが増えて、あと、そのファンであるコネちゃんも、なんか、ね、ファンが増えてほしいですね。うん、そうですね。もう、間違いなく、どん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 増えますよ。うん、いやあ、本当、人に出会って人生って変わるんですけど、はい、まあいろんな大人の方からお話聞くかもしれないんですけど、やっぱり何をするかっていうこともすごく大事なんですけど、誰とするかっていうのはもっと大事なんですよね。
もっと大事ですね、はい、そうなんですよ、誰とするか、ね、これはもう本当ね、僕がもう53年生きた中でもう何をするかよりも誰とするかの方が大事だというのはものすごく身にしみることだと思います。はい、もう誰とするかで、他のこともねできるようになったり、まあそうですね、人と人との出会いっていうのは大切にしていけば、言い方がどんどん来ると思うんですよね。そうですね、はい、うん、まさかのしっかり、しっかりしてるね、16歳とは思わない、16歳だよちなみに、はい、高校生活は普通の高校に行ってらっしゃるんですか？そうですね、普通の高校なんですけど、まあ、週1不登校なので通学なんですけど、はい、その学校以外、通学なんですよ、通学なんですけれども、まあ、通信とかではないんですけど、通学だけど週1なんですよ。週1学校に行きます。はい、そうですね。そうなんですか、それちょっと対談が終わってから少し聞いてもいいですか？ちょっとなんかすごい、はい、どんなところだ、今対談中あれなんですけど、まあはい、週1の高校に行ってらっしゃる。そうですね、それ以外のに、まあ、お仕事なりやっています。はい、へー、人生楽しんでますね。人生楽しんでも、なんか毎日笑わない時が、私笑いっ子なんで笑わない時がもうないんですよ、常に一日。はい、皆さんちょっと今神様がお見えになって一時中断したんですけど神様と電話が来たので緊急電話終わりました。はい、ね、今度笑いの神様が ね、小根ちゃんに降りてきて結構笑うっていうお話だったんですけど、はい、なんか笑ってるという、そう、笑い情報なんですか？そうですね、本当に笑いのツボも浅く一日笑って終わってます。なんか皿がこうパタッと落ちても笑う感じ。そうですね、本当に。でもね、なんかこうね、お箸が、そうね、箸が転んでもおかしい年頃って言いますしね。じゃあ朝起きても笑うとか。起きた瞬間から起きちゃったよみたいな。それもまた幸せですね。うん、ね、僕今僕は人をプロデュースする。仕事はしてないんですけど、なんか人をプロデュースする趣味というか、それがなんか長けてるようで、今ね、ちょっと一個ね、ひらめいたんですよ。ひらめいた。ひらめきました。なんかこれをするといいかもしれないというのがあるんですけど、そのこれっていうのは、このラジオを聞いてらっしゃる方は、想像しておいてください。対談終わってから話しますので、いつも対談が終わってから話します。なんかひらめきましたよ、なんか面白いこと。僕は結構ね、こういうね、何でもかんでもひらめくんですよ。すごいです。ひらめいて、これやったら、これやったらとか、これこういうふうにしたらもっといいかもしれないよっていうのが、大体ね、ほぼ当たるんですよ。すごい。だから芸能のお仕事をされてる方も、うん、あ、この人多分こうなるよって言ったらそうなるんですよ。すごい。多分なんかそういうのはね、もともとあるんだと思います、私は。そうですね、もともとが、はい、うん。いやー、だけどなんか面白いこと考えましたよ。じゃあそれは後のお楽しみという、うん、じゃあ普段も結構笑うのが大好きということで、そうですね、はい、他に何か趣味とかあります？趣味は結構音楽が好きで、K-POP も洋楽とかそういう感じで音楽聴くのが好き で、最近ですと DJ をまだ始めたばかりなんですけど、趣味として DJ だったり、あとは写真とか動画の編集系を趣味でやってますね、はい、写真動画の編集、あ、そういうのもやってらっしゃるんですね。そういうのも趣味でやってたり、あとはもう自分の好きなようにメイクだったりとかも趣味でやっています。ちなみにお父様かお母様か、はい、ご親戚の方かそういう方がいるんですか、それとも突然だったんですか、どうなったんですか？いますよ。全然いないですね。いないです、はい。そうなんですね、はい。いや、根本真子もイラストレーターで絵を描いてますけど、うん、絵の描けるそのごしいないんだよね。そうですね、親も、うん、
もそうだし、うん、書ける限り、はい、書けない、はい、すごい、いないですね、突然そうなったの突然だから多分ココミちゃんも突然そうなったのココネちゃんね、ここやここここねちゃんこねちゃん、うん、こねちゃんも突然そうなってるなんか楽しみだな、うん、ねえ、ね、そのここねちゃんのその今後の、うん、ね、なんかこうやりたいことだったり夢だったり、うん、目標ありましたら、はい、あの聞かせてください、うん、今後はですね、まあ、もっと今よりも幅広く活動はしたいので、まあ、それだけ自分なりの努力も必要だと思うんですけど、うん、まあ、演技にだったりこう私はちょっと CM とかそういうのも出てきて、うん、CM だったりとかモデル活動ももっと幅を広くあの活動できたらなって思っているので、はい、それが今私の夢ですね。すごいですね、しっかりと目標というかね。そうだね、うん、その趣味もあの将来に生かしつつ、まあ、今している活動も幅広くっていう感じ、うん、はい、なんでここまでしっかりなれるんですか、ね、羨ましい、もう将来像がもうなんかありますね、きちんとしっかりとしたのが ね、そうですね、それにこう自分が頑張んなきゃいけないのも大切なんで、頑張ってる最中ですね、はい、ちょっと突然なんですけど、はい、質問したいんですけど、はい、好きな食べ物なんですか？好きな食べ物、私はフルーツです。もうフルーツ、フルーツが好きなんですよ、はい、うん、あとなんかちょっと言うと皆さん笑うんですけど、ネギが大好きで、ネギね、ネギね、あのネギ焼きね、ネギとか、ネギが、はい、その2つですね。すごい、なんか本当にいろんな意味で いい意味でいろんな方になんか モテそうですよね、うん、男性も女性もね、老若男女ね、うん、本当素敵なね、ここねちゃんに出会いは奇跡に来ていただいて、うん、本当にね、うん、もうありがとうございました、うん、こちらこそなんですけど、はい、あのまた何かね、はい、あの次のまあ作品なのか何かわかんないんですけど、また何かあった時に出てくれるかな。はい、出ます出ますいいとも世代じゃないか。そうだねいやだけど本当ね、あのよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ここねちゃんなので、あの皆さん聞いていらっしゃる方、応援をよろしくして、応援をよろしくお願いしたいと思いますので、本当今日ね、あのありがとうございました。うん、ありがとうございました。はい。はい。また頑張っていただいて、また会おうね。はい、またよろしくお願いします。はい。じゃあラジオの皆さんにありがとうございました。はい、ここねちゃんでした。はい、ここねちゃんでした。ありがとうございました。はい。この広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた、ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばに。笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時涙の数を分け合ったね、希望に変えて二人で聞く雨
空